こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は我慢しない生き方について解説していきます。あなたに質問をします。我慢という言葉が好きですか？僕は好きではないです。納得のいかない我慢とか絶対に嫌です。したくもないです。斉藤ひとりさんが我慢しないで成功する方法を教えてくれます。この動画では我慢しない生き方のポイント6個、嫌な言葉を言われた時、言いそうな時の対処法、我慢を溜めてしまった時の解消法を4つ解説していきます。斉藤ひとりさんは絶対に我慢しないです。我慢しないでありのまんま生きています。では我慢しない生き方とはどういうものなのか、ポイントが6個あります。1個目、好きなことをやると人生がうまくいくと信じることです。好きなことをしてください。好きじゃないことをやらないでください。好きなことをやると本当に人生はうまくいきます。あなたも過去の人生を振り返ってください。好きなことをやってる時ってうまくいかなかったですか？楽しかったはずです。それを信じてください。一方、嫌いなことをしているとうまくいかないです。好きなことをやってください。今嫌いなことがある方はそれを好きになれるように考え方を変えてください。我慢しないで成功することができます。2個目、嫌だと思ったら心に溜めないではっきりと伝えることです。嫌なことを言われることってあります。嫌なことを言われたら我慢せずにはっきりと伝えてください。もっと自分のことを大切にしてください。自分を守ってください。自分のことを好きになってください。自分のことを好きじゃないとは自分を粗末にしている人です。自分を粗末にしていると他人にも粗末にされます。自分を大事に扱ってください。例えばここにシャネルのバッグがあったとしましょう。シャネルのような高級なバッグを汚い場所には置かないはずです。ちゃんと綺麗な場所に置くはずです。それと同じです。あなたもシャネルのバッグのように大切に扱ってください。もし理不尽なことを言われたら我慢する必要はないです。きちんと言ってください。それはひどいと伝えてください。友達でも年上でも上司でもきちんと伝えるべきです。3個目、嫌なことはしなくていい。得意なことをやること。自分の気持ちに正直になってください。嫌いなことはしなくていいです。その代わり好きなことはとことん追求してください。斉藤ひとりさんもこう言っています。やりたくないことはやらなくていい。得意なことをやったらいい。嫌なこと、苦手なことを今すぐにやめて、あなたが好きなこと、あなたが得意なことをしてください。4個目、辛い時は楽しい妄想をする。辛い時って必ずあります。仕事でうまくいかない、人間関係がうまくいかない、恋愛がうまくいかない、友達と喧嘩した。そんな辛い時は楽しいことをイメージしてください。いい夢を見てください。夢を見ることは素敵なことです。夢を見ないと現実にはならないです。こうなったらいいのにな、そういった楽しいイメージをしてください。夢を実現するための第一段階は妄想をすることです。人の未来っていうのは思いで作られます。才能でも学歴でもないです。あなたの思いが大事です。ワクワクした気分でいればワクワクすることが起こります。不安を持っていると不安通りのことが現実にやってきます。楽しい方向を向いた方があなたにいいことが起こります。辛い時こそ楽しいことをイメージしてください。5個目、辛い仕事は工夫すると楽しくなる。楽しく仕事をしてください。辛く働いている方は今すぐ考え方を変えてください。苦労をしても豊かにはならないです。我慢しても豊かにはならないです。ではどうしたら仕事が楽しくなるのか。遊びのように仕事を楽しむことです。あなたも遊んでいる時って頭を使っているはずです。美味しいご飯が好きな方はもっと美味しいご飯屋さんないかなとか、どうやって料理をしたらもっとご飯が美味しくなるかきっと考えるはずです。これと同じです。もっとこうした方がいいとか、早く仕事が終わる方法はないか、しっかりと自分の頭で考えることです。工夫をすることです。仕事っていうのは考えたり工夫することでどんどん楽しくなります。6個目、自分がやらなければいけないという考え方をぶち壊す。今の時代は男だから働かなきゃいけない、女性だから家事をしなきゃいけない、そんな時代ではないです。男性が家事や育児をしてもいいです。女性がバリバリ働いてもいいです。どちらでもいいです。
あなたがやりたいことを選べばいいです。結婚したくなければしなくてもいいです。したければしたらいいです。世間の常識に合わせるような時代ではないです。女性が必ずしもご飯を作らなきゃいけないわけではないです。男性に作ってって言ってもいいです。お惣菜を買ってきてと言ってもいいです。外で食べてもいいです。無理してあなたが頑張ることはないです。もっと自分を大事にしてください。あなたがやりたいことをやってください。何が何でも自分がやらなきゃいけない、その考え方をまず捨ててください。思っているのはあなただけです。もっとゆるゆるでいいです。自分に優しくすることです。それが我慢しない生き方のポイントです。続いて、嫌なことを言われた時、言いそうになった時の対処法。嫌な言葉を言われたらどう対処するべきなのか、また言いたくなったらどう言えばいいのか、その方法をお伝えします。何も言わないで相手に察してほしい。これだけはやめてください。絶対に無理です。小さい不満のうちに愛情を持って伝えることを心がけてください。夫婦の会話、恋人の会話、親子友人の会話を紹介します。まずは夫婦の会話です。何か嫌なことがあれば直接言ってください。その時に言い方を変えてください。不満をお願いに変えることがおすすめです。不満になる前に爽やかにお願いしてください。言いたいことを言い合ってる夫婦は意外と別れないんで安心してください。それよりもどちらかが言いたいことを言えなくて我慢している方が危険です。嫌な言葉を3つ紹介します。1つ目は妻の嫌な言葉です。なんで夜ご飯を食べないなら連絡してくれないの？こんな言葉を言われたら男性はどうしたらいいのか？まずは考え方を変えてください。奥さんがご飯を作って待っていなきゃいけない、その考え方を変えてください。男性がご飯を作ってもいいです。ご飯を買ってきてもいいです。外で食べてもいいです。一方、こんな言葉が出そうになったら女性はどうすべきなのか。この言葉を言っている女性はちょっと怖い顔をしています。もっと綺麗な顔をしてください。もっと緩く考えてください。連絡がないから作らなかったよとか、食べるときは電話してね、そう言えば OK です。それだけでうまくいきます。2つ目は妻の嫌な言葉です。給料が少なすぎる、これじゃ生活できない、これはいじめです、言葉の暴力です。この言い方をされると男性は仕事のやる気がなくなります。返す言葉もないです。本当に生活できないのであれば今後どうすればいいか本気で夫婦で話し合ってください。そして言い方にもう少し思いやりを持ってください。少し生活費が足りないと前置きをして今後の対策を考えてください。奥さんが仕事をしていないのであれば働きに出るとか、パートに出ているのであれば時給のいいパートに変えるとか、主人の転職を考えるなどいくつも手はあります。3つ目は夫の嫌な言葉。俺の給料で食べてるんだ、文句あるか、汚い家だな、毎日家で何してるんだ、これもいじめです。お互いの思いやりがないと一緒に住んでいる意味がないです。自分も我慢をしない、相手にも我慢させない、そして思いやることです。こんな言葉を言っていたら離婚されても仕方がないです。奥さんに汚い言葉を発してもあなたにいいことは一つもないです。次は恋人同士の会話です。恋人同士だとまだ遠慮があります。ただし付き合い始めから私はこれをされると嫌とか、俺はこういう言い方が嫌いなどちゃんと伝えておいてください。令和の今っていうのは男女は平等です。男だからとか女だからという考えは取り払った方がいいです。3つの言葉を紹介します。1つ目は女性の嫌な言葉です。プレゼントもサプライズもあなたは何もしてくれない。そもそもプレゼントやサプライズばかりを要求する女性はあまり素敵ではないです。そういった女性を選ばないようにしてください。プレゼントをする人よりも仕事に夢中な人の方が素敵です。2つ目の男女の嫌な言葉。本当に言うことを聞いてる？相手が話を聞いていないと感じたら話さなくていいです。重要な話だったら紙に書いて示せばいいです。眠いとか忙しいとかじゃないなら相手はあなたの話に興味がないだけです。3つ目の男性の嫌な言葉。うるさいから出て行って。もしあなたが一人でいたいならあなたが黙っていなくなる方がいいです。別れてもいいと思うのであれば出て行ってという言葉を使ってもいいです。次は親子の会話です。3つ紹介します。1つ目は親の嫌な言葉。なんでこんなこともできないの？〇〇ちゃんはとっくにできるのに。
人と比較すると子供は本当に傷つきます。絶対にやめてください。自信をなくしてしまいます。もしあなたがこんな言葉を言われたらどう思いますか？きっと嫌ですよね。できないことは指摘しないでください。それよりもできた時をいっぱい褒めてあげてください。親は子供の自信をつけさせてください。2つ目の親の嫌な言葉、どうしてもっと頑張れないの、何で言ってもわからない子ね、バカなの、子供はいつだって頑張っています、バカの子はいじめです、絶対にやめてください。子供は自信をなくしてしまいます。注意するときはこう言ってください。車が通るところは危ないから歩道を歩こうね。おはようございますって挨拶するとみんなが気持ちいいよね。具体的に伝えることです。嫌な言葉が出そうになったら天国言葉を言ってください。天国言葉とは愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますです。あなたが話す言葉が子どもの未来を作る自覚を持ってください。3つ目は子どもの嫌な言葉、私なんか生まれなきゃよかった、この子どもはそのままの自分ではダメだって思っています。そんな時はこう言ってあげてください。このままでいいんだよ、〇〇ちゃんが大好きだよ、好きなことやりたいことをやってみて、そう声をかけてください。親は心配せずに信じてあげてください。子供を愛してあげることです。最後は友人との会話です。そもそも嫌なことを言う人自体友人ではないです。嫌な言葉を一つだけ紹介します。お前はそんな性格だから出世しないんだよ、可愛い顔しているのにモテないよね、もう少し優しい言い方ができるはずです。この言い方は悪意があります。一般的にセクハラとかパワハラをされる人は嫌なことを言われても反論しない弱いオーラを持っています。あなたが嫌だと感じた時点で相手に爽やかに伝える訓練を今のうちにしてください。そもそもこんな嫌なことを友達に言うなんてストレスを溜めている証拠です。あなたの心が病んでいる可能性が高いです。友人や家族に当たるのではなくて自分をまずは解放してあげてください。続いて我慢を溜めてしまった時の解消法4つ。1つ目、叫んで心の大掃除をする。嫌なことを大声で叫んでみてください。思った以上に効果があります。誰も傷つけずに心の大掃除ができます。嫌なことを叫ぶと言っても悪口とは違います。一人で叫ぶだけのため誰にも迷惑をかけないです。叫ぶことで本当に心のモヤモヤが取れます。大声で日頃の不満を言葉にしてみてください。例えば課長の意地悪、嫌な仕事を押し付けるなとか、なんでこんなに働いてるのに給料が低いんだとかです。とにかく今の思いを叫んでください。明るく楽しく叫んでください。大声で叫んだ後は不思議なことにすっきりします、笑顔になります。ぜひ一回我慢を溜めてしまった時はやってみてください。2つ目、自分を愛する。我慢している人は自分自身を愛せていない人が多いです。自分を今すぐに愛してください。では自分を愛するとはどういうことなのか。そのまんまの自分を認めることです。ありのままの自分を認めることです。まずは自分を目いっぱい褒めてあげてください。例えば会社に行きたくない人は毎日会社に行っている自分は偉いと褒めてください。また電車で席を譲った人は自分はすごいと思ってください。自分で自分を褒めてください。甘やかしてください。自分の一番の味方はもちろん自分です。いいとこだけではなくて欠点も褒めてください。ちょっとダメなところもその人の特徴です。神がつけてくれた個性だと捉えてください。遅刻ばかりする自分も可愛いと思ってください。物忘れが激しいところも大好きと思ってください。自分の欠点を褒めることを認めることです。それをすることによって自分のことが大好きになります。これができれば他人の欠点も許せます。次に好きなことを自由にやってください。誰だって好きなことはあります。釣りでもスポーツでも麻雀でもカフェ巡りでもお酒でもいいです。何だっていいです。あなたが楽しいこと、好きなことにしっかりと時間をかけてください。子供がいても両親を介護していてもやりたいことをやっていいです。誰にも遠慮はいらないです。あなたが好きなことをやってください。自分が何が好きかわからないって人はまずは好きな食べ物を食べに行ってください。うなぎでもステーキでもお寿司でも焼肉でも何だっていいです。好きなものを食べた時ってきっと嬉しいはずです。3つ目、言霊を大切にする。日本という国は言霊の国です。
話す言葉によってこれからが決まります。いい言葉を話してください。本当にいいことが起こります。悪い言葉を話すと悪いことを引き寄せます。そのためあなたが声に出して話す言葉には最大限の注意を払ってください。言葉には2つあります。天国言葉と地獄言葉です。天国言葉は8個あります。必ず覚えて毎日言ってください。愛してます、ついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。この言葉を使ってください。あなたにも周りにも幸せなことが起こります。いいことが起こります。パートナーがいる方はいつも感謝してます、愛していると言ってください。子供にはあなたがいて嬉しいと言ってください。友達には今日も本当に楽しかった、そう言ってください。言葉に出すことが重要です。ありがとうをたくさん言っているとありがとうと言われることが不思議と多くなります。嬉しいをいっぱい言っていると嬉しいと言われることが多くなります。一方、使ってはいけない地獄言葉があります。恐れている、ついてない、不平不満、愚痴や泣き言、悪口や文句、心配事、許せないなどです。聞いていて不快な言葉です。これを話していると本当に不幸なことが起きます。ついてないって言っている人はついてない出来事しか起きないです。悪口を言っている人は悪口の人に囲まれます。心配事を話していることは現実に心配事が起きます。地獄言葉ではなくて8個の天国言葉を使ってください。4つ目、見た目を変える。気持ちを切り替えるのに時間がかかる人は多いです。そんな人は見た目を変えてください。まずは鏡を見てください。あなたはもっと明るいです。もっと美しいです。もっと華やかになることができます。幸せになるのは実はすごく簡単です。見た目を良くするだけでいいです。見た目が変わると心の中も変わります。ダイエットをして痩せると自信がついたりします。まずはおしゃれをしてください。自分自身が幸せな気持ちになります。そして見た目が良くなると第一印象が変わります。第一印象が変わると出会う人も変わります。ではどんな見た目がいいのか、斉藤ひとりさんはこう言っています。肌のツヤが大事。顔の肌がツヤツヤに輝いているべき。華やかでキラキラして元気をくれる笑顔の人がいい、そう言っています。あなたの見た目を変えるためにまずは肌のツヤを良くしてください。クリームなどを少し多めに塗って健康でツヤやかな顔にしてください。運がいい人、幸せな人、成功している人は必ず肌にツヤがあります。見た目を良くしてください。おしゃれな服を着てください。肌にツヤを出してください。笑顔を意識してください。それではまとめいきます。我慢しない生き方のポイント6個。1個目は、好きなことをやると人生がうまくいくと本気で信じることです。好きなことをやると人生がうまくいきます。嫌いなことをやると人生はうまくいかないです。嫌いなことをやめて好きなことをしてください。今やってることが嫌いなことであればどうしたら好きになるのか本気で考えて絶対に好きになってください。2個目、嫌だと思ったら心に溜めないではっきりと伝えることです。嫌なことがあったら我慢しないでください。はっきりと伝えてください。はっきりと伝えることで我慢しない生き方をすることができます。3個目、嫌なことはしなくていい。得意なことをやること。斉藤ひとりさんはこう言っています。やりたくないことはやらなくていい。得意なことをやればいい。嫌なこと、苦手なことをやめて好きなこと、得意なことをするようにしてください。4個目、辛い時は楽しい妄想をする。仕事でうまくいかない、恋愛がダメ、必ず結果が出ない時ってあります。辛い時は辛く考えるんではなくて楽しい夢を見てください。人の未来は思いで作られます。ワクワクした気分であなたがいればワクワクすることが起こります。不安を持っていると不安通りの人生になります。5個目、辛いと思う仕事は自分で工夫すると楽しくなる。辛い仕事はなぜ辛いのか、工夫が足りないからです。もっとこうしたらうまくいく、もっとこうやったら早く終わる、そういった工夫をすることです。6個目、自分がやらなきゃいけないという考え方をぶち壊す。今の時代は男だから女だからという時代ではないです。男性が家事や育児をしてもいいです。女性がバリバリ働いてもいいです。どちらでもいいです。あなたがやりたいことを選べばいいです。何が何でも私がやらなきゃいけない、そういった考え方を捨ててください。続いて、嫌なことを言われた時、言いそうになった時の対処法。夫婦の会話、嫌な言葉は3つです。なんでご飯を食べないなら連絡してくれないの。
奥さんがご飯を作って待っていなきゃいけない、その考え方を変えてください。男性がご飯を作ってもいいです、買ってきてもいいです、外で食べてもいいです。こんな言葉を言いそうになった女性はもっと軽く考えてください。連絡がないから作らなかったよ、食べるときは電話してね、そう言えば OK です。2つ目、お給料が少なすぎる、これじゃ生活できない。こんな言い方をすると旦那さんは仕事のやる気がなくなります。本当に生活できないのであれば今後どうすればいいか本気で話し合ってください。3つ目、俺の給料で食べてるんだ、文句あるか、汚い家だな、毎日家で何してるんだ。お互いの思いやりがないと一緒に住む意味がないです。自分も我慢しない、相手にも我慢させない、そして思いやることです。次は恋人同士の会話。嫌な言葉の1つ目、プレゼントもサプライズもあなたは何もしてくれない。そもそもプレゼントやサプライズばかりを要求する女性はあまり素敵ではないです。おすすめしないです。2つ目、本当に言うこと聞いてる、話を聞いていないと感じたら話さなくていいです。あなたが話していることが相手に興味がないこともあります。3つ目、うるさいから出て行って、もしあなたが一人でいたいならあなたが黙っていなくなった方がいいです。別れてもいいと思うなら出て行ってという言葉を使ってもいいです。次は親子の会話です。嫌な言葉の1つ目、なんでこんなこともできないの、〇〇ちゃんはとっくにできるのに。人と比較すると子供は傷つきます。絶対にやめてください。自信をなくしてしまいます。できないことは指摘しないでください。それよりもできたことを具体的にいっぱい褒めてあげてください。2つ目、どうしてもっと頑張れないの、何度言ってもわからない子ね、バカなの。子供はいつだって頑張っています。子供は親から怒られると自信をなくしてしまいます。嫌な言葉が出そうになったら天国言葉を言ってください。あなたが話す言葉が子供の未来を作ります。3つ目、私なんか生まれなきゃよかった、この子供はそのままの自分ではダメだと思っています。このままでいいです。〇〇ちゃんが大好き、好きなことやりたいことをやってみて、そう言ってあげてください。親は心配せずに子供の未来を信じてください。続いて友人との会話。嫌なことを言う人自体友人ではないです。嫌な言葉はこれです。お前はそんな性格だから出世しない、可愛い顔しているのにモテないよね、もう少し優しい言い方ができるはずです。そもそもこんな嫌なことを友達に言うなんてストレスを溜めている証拠です。あなたの心が病んでいます。友人や家族に当たるのではなくて自分の心を解放してください。続いて我慢を溜めてしまった時の解消法4つ。1つ目は叫んで心の大掃除をする。嫌なことを大声で叫んでください。不思議なことにすっきりします。笑顔になります。2つ目、自分を愛する。自分を愛するとはそのまんまの自分を認めることです。ありのままの自分を愛することです。自分の一番の味方は自分です。いいところだけでなく欠点も褒めてください。欠点も認めてください。3つ目、言霊を大切にする。日本は言霊の国です。あなたの話す言葉によってこれからのあなたが決まります。いい言葉を話してください。本当にいいことが起こります。悪い言葉を話すと本当に悪いことを引き寄せます。声に出して話す言葉には注意してください。4つ目、見た目を変える。見た目が変わると心の中も変わります。おしゃれをしてください。自分自身が幸せな気持ちになります。見た目がいいと第一印象が変わります。第一印象が変わると出会う人も変わります。おしゃれな服を着ること、肌にツヤを出すこと、笑顔を意識することです。我慢しないでください。我慢しなかったら幸せになります。我慢は辛くて苦しいものです。我慢から少しでも逃れてください。それだけで今よりも必ず幸せになります。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。